今回は鈴屋さんの須磨玉城ちゃんの抱き枕カバーになります。はい。なんかオリジナルキャラクターなんですかね。とっても可愛らしい感じかなと思います。で、なんで今回これを買ったかっていうと、生地がレイクトロンっていう、なんかどうやら抱き枕カバーの中では一番触り心地がいいらしいという生地を使ってるっていうことだったので、これは一回試してみたいなと思って買ってみました。で、触り心地なんですけど、すごい気持ちいいですね。生地も柔らかい感じで、ツルツルというか、スベスベというか、他のものだと、アクアプレミアでしたっけ？を持ってるんですけど、それと比較すると、やっぱり抱きご、あの、触り心地がすごく気持ちいいなっていうふうに思います。で、触るだけでももちろん気持ちいいんですけど、こう抱きついてみると、すごく気持ちよくて、なんかこの柔らかい中に包まれる感じというか、すごくいいですね。この生地いいなって思いました。で、ただ、どうやらこの生地は耐久性があんまりないらしいんですね。で、抱き枕ってどうしてもやっぱ抱きついてると、こうひげとか、髪の毛とかで擦れちゃって、こう生地が傷んできて、こうケバケバしてきちゃうっていうことになるんですけど、これがちょっとその耐久性があんまりないっていうふうに聞いているので、ちょっとそれがどんなもんかなっていうのは気にはなってますね。この状態がずっと保てるんだったらすごくいいなって思いますけど、ネット上で見る限りはあんまり持たなさそうな感じがしています。っていう感じです。一応表面からこう見ていきますか。こうピンク色の髪でって感じですね。はい。こんな感じです。結構これ見てみると、印刷の細かいところまで出てるんですよね。これも綺麗だなと思ってます。で、裏面が、ちょっとセンシティブなので、モザイクをかけますけども、こんな感じですね。はい。っていう感じです。よいしょ。で、もう今回は、まずは生地を楽しんでいきたいなというふうに思いますんで、もし傷んできたらまた改めて動画をアップしてみようかなと思います。はい、以上です。